友達 TV をご覧の皆様こんにちは。友達 TV の柏木です。片山先生にお話を伺っております。まあ聞き流し心の話、私鉄炎線もですね、はい、いよいよ第四章に入ってまいりました。はい。はい、ありがとうございます。はい、お付き合いいただいて。ええ、鳥のやつ、片私も一章二、はい、章三章とですね。はい、今まで片山先生の話は何度となく、はい、まああの番組を含めていろいろ伺ってますけども、さら、はい、にちょ理解が深まったな。 そうですいううい意味では本当に僕自身も勉強になりましたしこの番組をね見ていただいている方もとてもこうむしろちょっと分かんなかったとか落ちなかったとこもここも落ちたみたいなところが増えたのかなとちょっと期待もしておりますがいよいよ第4章ということで「私の支配者を支配すると自分をコントロール」というかもう確信に入ってきましたね。ははいいかりました じゃあこの講義の、はい、今日は一番目ということで、そうですね。はい、また、はい、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。それでは勝山先生、はい、え早速ですが第四章、はい、私の支,配支配する講義よろしくお願いいたします。はいえー、実はですね、私たちは生まれて死ぬまでの間、えー、自分でいろんなことを考えていきますね。実はこの考えっていう私の心ですね。これが 実は私たちを支配しているっていうことを昔の賢者方は随分と早くに気が付いていて何度も何度も警告を出してくれてるんですけども相変わらず私たちポンコツはですねいまあ未だにそれを本当の意味で気が付いていないと。で私もですねもう全然気が付いてなかったんですけどもたまたまですねえまあ兄あのー 周りりの方々に精神疾患者が出たり自殺したり、えー、突然死んでしまったりとね、えー、そういったことが続いてようやく聞く耳を持つようになって、えー、こうやって年を取ってきましたということなんですよ。だからまあ偉そうに言うつもりはもとなくてちょっと先に気づかせていただいた、えー、まあ 簡単な先輩っていうかねそういうようなことで、えー、この先のお話をちょっと聞いていただければなと思います。はい、でこれまでのところで、えー、ちょっとね、あのー、飛ばしてたところもありましたので、はい、今回の,あの主題とも重なりますのでそこにちょっと戻ってみたいと思います。 あの人類というポンコツの正体っていうところでちょっと飛ばしてたところがあったので、はい、そこは開いていただきたいんですけども、はいはい、あのね、はい、キリストの教の方でなくても「十回」というその言葉、えー、お聞きになったことがあるんですよ。モーセがシナイさ山の上でですね、はいえー、神の啓示を受けて、はい、石板に神がダーッとこうやって、えー、10個の。 契約をですね、はい、文字をこれを守れと言ってあれなんていう映画でしたっけね、うん、創世記かなんかっていう映画だったと思いますけどそういう場面がね、はいえー、出てきたと思います。でこれとよく似たものに実は仏教の方にね十善戒っていうのがあるんですよ。 これはあまりね言葉としてはお聞きになったことはないと思うんですけども、はい、まあではその中身はというところでちょっと見てみたいと思うので次のクリップをはい文字がちょっとちっちゃいので私がここで読んでみますね、えー、10回の中身を書いています、えー「主は唯一の神である」これ一つですね「2、はい」2「偶像を作ってはならない」はい「3」「神の名をみらりに捉えてはならない」 4安息日を守れ、はい、5父母を敬え、はい、6殺人を犯してはいけない、はい、何時殺すなかれですね、はい、7勧誘してはいけない、はい、8盗んではいけない、はい、9偽証嘘をついてはいけない、はい、10隣人の上を家を貪さぼってはいけない、はい、ということが、はい、まあ え、若干のテニファーは違いますけども、はい、まあ十回の中に書かれているえ内容です、うん。なるほど、はい、はい。これに対してえ十全回、はいえ、これ次にえ上がると思います。はい、えー、これちょっと読んでみますね。はい。えー、好意に生き物を殺さない。はい。与えられていないものを自分のものにしない。はい。不倫など道徳に外れた関係を持たない。はい。嘘をつかない。はい。 仲間にないい言葉を話さない、はい、乱暴な言葉を使わない、はい、他人を仲違いさせるようなことを言わない、はい、激しい欲を抱かない、はい、激しい怒りを抱かない、はい、誤った見解を持たない、はい、というふうにですね、はいえー、以上10個のことを従前書いていでこれねあのもう少しこれをまとめてみると。 実はですね、キリスト教も仏教も共通の項目を5つ挙げて,るっていいるうことに気づきます。はい、そのフリップが次にあると思うんですけどもはい、ここで出ましたこの十前回と十回の中に書かれていること、はい、あの十回の方はね神の名のもとにするなと人間にまあ一応命令的な口調で書かれてる。 で従前会の方は自らがしないという形で書かれている違いはありますが、その内容との中で共通する五つのことがあります。はい、これが、えー、殺す盗む隠瞞する嘘をつく貪るこれをしてはいけないとしないとまあいうことを言ってるわけですよ。でこれがまあ仏教で言えばですねまあ起源六世紀 あたり7世紀あたりから始まってますからもう2,600年以上前ねえー、キリスト教旧約聖書まあ、あのー、モーセの話は旧約聖書イエス・キリストが生まれる前の話ですから、えー、そうしますとまあ大体同じぐらい、うん、ねだから2,500年ぐらいとしときましょう。はい、で2,500年ぐらい前から今にも続いてるのが。 殺すな、盗むな、簡易するな、嘘をつくな、貪るなこれちょっと、えー、興味深いと思いませんかそうですね、結局まあできていないことですね、はい、これね、裏を返せば人間ができないことなんですよ、うん、いつもやってること、うん、殺すなって言ったって私たちは毎日殺してるっていう話をしましたね、うん、前,回前々回ぐらいですかね、うん 他,所他の命を取って自分の命をつないでるっていうのが私たちの正体でしたね、はい、ですから毎日毎日日殺してるんですよ、うんね、で殺すということは、まあ、盗むにも通じますよねその人たち生命の命を盗むんですよね僕らはね。はい 取り、えー、や木々の土地を盗むんですよね。はい、そして家を建てるんですよね。土地を買ったと称して。<laughs> まあまあそうですね。ねはい、で毎日毎日、えー、森を歩いたり、はい、ね、えー、まあ散歩しましょうとか健康のために歩きましょうって言うんだけど、その足元には虫がいっぱいいるわけですよね。はいはい、それ踏みつぶしても僕らは気づかないですよね。はい、で挙句の果てに。 あの「かわいいね」なんて言ってかわいいものを後で食べるわけでしょ。うん、嘘をついてるんですすよよね毎、うん、毎日毎日嘘をつくんででえ貯めるっていうことを唯一人間はするでしょ。はい、まあ唯一っていう言い方はもあのリスさんたちなんかも木の実を貯めて分かんなくなっちゃったりしてますけども私たちはとにかくあこれねちょっと今話しながら思い出したんですけど、はい、私は。 えもうちょっと若い頃にインドで一人旅随分、えー、とやってる頃にね、はい、ある食堂に入った時にお兄ちゃんが「お前日本人か?」って言うんですよ「はい、そうだよと」と、うん「お前ねあのズボン何本持ってるか?」って言うんですよ「はい、いや何本持ってるか分かんないね」って言ったら自慢げにねそのお兄ちゃんが「俺は3本も持ってるんだ」って言うんですよ「はい、ズボンを」はい「ズボンを3本も持ってるんだと」と、はい、自慢げに言うんですよ。はい もうその時ね本当にショックで、うん、少なくともね知らない自分何本持ってるか知らないって言ったけど、はい、3本以上は持ってるよなと彼は日本人にじゃあの自慢したかったんですよね、うん、俺インド人だけど3本も持ってるんだぞと、うん、まあ当時ですよ今はもうインドも経済発展してね、うんえー、随分とお金持ちな国になってますけども。はい 私が今から言ったのはそうですね40年30年以上も前ですから、うん、まあそういう状態でね、うん、でそういうところでこの「むさぼる」っていうのを聞くと日本人は誰しも無自覚的に貪ってるだろうと、うん、ねっ、はい、あり余ってるでしょどうあの墓場まで着ていくのみたいにいっぱい持ってるでしょ、はい、僕ら洋服ね。はい だから、ね、まあこれするとちょっとね恥ずかしいところがありますけどもでこういうふうな僕らはポンコ性を持ってるっていうのを、えー、第2章のところでちょっと言い忘れて、はい。で,なんでこんなことをあのまた引き出したかというと今回お話しさせていただくね「はいえー、私の支配者を支配しよう」。つまり私のの支配者っていうのは、はい 実は心なんですよ。はい、私の心、うんうんね、私の心が私を支配してる。はい、で、えー、と若い頃インドに行ってたって言いましたね、はい、あの若い頃ヨーガなんかもやってたりしてね、はい、えとインド中をこう一人でぶらぶらと歩き回りながら、えー、インドの四大ヨーガ道場なんていうところ回ってね、はい、いろいろとやってたんですけども、はい、で その時によくあの耳にしたのが私たちは五島建ての漁舎である馬の漁舎であると。うんね、で五島の暴れ馬が私の馬車を引いているんだと。はいうん、でこれをうまく制御できないと転倒して事故になる。はいうん、だから5つの馬をちゃんと飼いならすんだ。 うん、ということを度々聞いたんですけどもうん、うん、この5つの馬がいわゆる、えー、聴覚ですよね視覚がんじび絶身いっていう今、はい、まで入れると6になるんですけども、はい、それはもうあの統合ですからねがんにび絶身の5つのものの統合がいになります。はい ね、これを第六巻と言いますけど、うん、第六式とも言いますけどねだからこの5つの馬を手綱をうまく引いて安全な人生という旅行をしましょうね、えー、ということを私なりの言葉に言い換えるとですね、はい、毎日の 材料選びを慎重にやりましょうねっていうことになります、ねうん、で材料って何ですかというと、はい、耳から入ってくる音、はい、目から入ってくる映像、はい、鼻から入ってくる香り、はい、そして、えー、いろんなものを触って感じる肌触り、はいね、そういったものあと味覚ありましたかね。こういったものをですね私たちは何も考えずに毎日毎日 やたらと自分の方に引き込んでるでるしょ例えば朝あのうちにはあのテレビがないしえ子供も孫もテレビは見たことないですけども子供のあの自主的にはですよ、はい、後に大人になっては見てますけども、はい、子供の頃はあの家にテレビがないからあの必然的に見てないですけどね多くの家庭は朝起きるとなんとなくお母さんお父さんがスイッチパチンって入れて。はい 見る見ない関係なく流れてるんじゃないですかうん、うん、ね。実はね、それはもうすでに私の心の材料になってるんですよ。うんうん、ね、今日一日の材料、今日一日の私の心の材料がテレビですよ。うん、これが多分大方の日本人の心の材料、うん、ね。で、テレビを見るために、えー、昆布や 煮干しから出汁取ることもなくなってインスタントの袋をパリッと開げて、はい、パンパンって入れて作りながらテレビ見てるっていうのが、まあ、多くの日本人じゃないかなその昆布やいりこっていった天然の出汁じゃない誰かが作った出汁が私の口から入る私の心の材料になるんですよね。うんうん、そうやってて見るもるもももののの触れ聞くすべが 私という支配者の心の材料となっているんですよ。うん、で、多分これを自覚して、毎日生きている人ってそうそういないと思うんです。ね。うん、で、そこで思い出していただきたい、文字に。洗脳という文字があるんですよ。なるほど、はい。で、一般の方々は洗脳というと。多分、こういう字を思いこういう字をね。あの、イメージされると思うんですよ。はい。洗脳。ね。洗脳。はい。ね でもこれはですね、えー、大いなる妄想錯覚の導入口になっちゃってるんですよ、はい、実はですね洗脳というのはこう書かないといけない、うん、ね、目が覚めてテレビをつけて途端好むと好まざるに関わらず、はい、脳はテレビに洗脳されるんです、うんまあ、染められる、ね、染められるんです うん、いい悪いの意味はちょっと置いといて、はいはい、仕組みとしてね、はい、システムとしてラジオつけまますすね耳耳は、えー、耳から入っっててていいくく情報として洗脳されるんですその言葉に染まっていくだから私が今日見聞きするものを慎重に選ばないと同じものを例えば同じものを安価なものを危険なものを、えー、人をいじめる材料になるようなものを。 毎日毎日浴びていると、脳がその色に洗脳されてしまう。うん、で、この危険性に気がついてない。だから危険性だけではなくって、逆に。この、あの仕組みに気づくと、うまく洗脳してやれば、うん、その色に染めることができるんですよ。うん、ね、例えばですね、今、あのユーチューブとか、インターネットが、あの、すごく。 便利になって、はい、昔の名作とか、ね、朗読してくださってるのをただで聞けるんですよ。まあ、ただでって言い方は下書画ですけどね「えー、と北条記」とか、はいその「源氏物語」とかあのいわゆる名作って言われるものを、うん、そこに合わせさえすれば耳に入ってくる目に入ってくるように材料がいろいろあるんですよ。はい ですから逆に自分をうまく材料を選びさえすれば自分を好きな心の色に洗脳できるんですよですから第4章の第1回目としては「はい、聞くものかぐもの見るもの味わうもの触れるものの材料選びを今日からしっかりとやっていきましょうねと」ということを提案したいんですよ。はい、ね ですから、何が悪いとかいいとか言ってるのではないですよ。はい、今このお話を聞かれた方はね。ちょっと自分のご自分の身の回りを見渡していただきたいんです。はい、それがあなたなんですよ。今身の回りにあるものがあなたなんですよね。そしてそれが散らばったままだとしますよね。生、はい、理つかないとしますよね。はい、それは。それもあなたなんです,そうですね。 いですね、<laughs> それもね、はい。いやそういうことに気づくことがまず、はい、ね、えー、大事だと思うんですよ。はい、するしないとかいい悪いを言ってるわけではないんですよ。システムとしてそれはすべてあなたの材料ですよということに気づきましょうね、うん、っていうのがまあ今回第一回目の、はいえー、お話。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、先生あのこの洗脳の文字ですけど。はい。はい これは、なん、なんか意識的に、何かこう、変わってきたとか、もともとは染める方だったけどとかっていうことはあるんですか。うん、別に。それはね、存じません。<ー>ただ、見たことはないです。そうですよね。はい、でも、意味的には、なんか、そっちの方が、今使っている意味には近いかなって、はいうん。だから、ひょっとしたら。 ある人が隠して違う文字を差し替えたのかもしれない<の>とうった見方をすれば、ねあすねまあ、どちらにしろんかイメージとしてはそっちの方がぴったりくるな、はい、と感じだからもう今日からはですね、はいはい、まさしく「良きにつけ悪しきにつけ僕らの心は洗脳されてるんだ」うんうん、毎日毎日洗脳されてるんだうん、うん、ね、昨日かなんかお達で話したじゃないですか。お湯の中に、はい コーヒーの粉を入れればコーヒーになりますよってね、えー、スープのあ粉を入れればスープになりますよ、ねはい、何が違うんですかって言ったら入れてる粉が違うだけでしょう。ね、私たちの心も実はそうなんですよあの人は心が綺麗ねとかね、はい、あの人は、えー、心が汚いわねって言ってるのはあの人の心はコーヒー味だね、はい あの人の心は味噌汁味だねと言ってるのと大して変わらないんですよね。だから、あのー、これ幸いにうまく心ができてないなと思ってる人はこれ見てね。はい、材料入れ替えりゃいいんですよ。<ー>たった。それだけ<ー>でね。自分でいろんなことを考えて、はい、ポンコツなんですから。僕らは私も含めてみんな。<laughs> そんなことできないんですよ。<ー>だから、いい材料を準備した方が早いんですよ、うん。ああ、そうか、そうですよ、ねうん。それで、ご自分を染めていけばいいんですよ。はい。はい。で、思い通りになって、だんだんと思い通りに近づいていくと思います。わかりました。はい、まずは、じゃ、材料選びから、ね。はい、材料選びから。はい。ええー。はい。今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、失礼します。